どうも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 、高蔵でございます。よいしょ、ちょっと失礼しますね、マスクね。はい、どうも高蔵でございます。今日はですね、土曜日、いつもですとね、土曜日は仕事がないんですが、今日は仕事がありましてね、それ仕事しまして、ご飯食べて、洗濯済ませてボケーとしておりましたらですね、インテグラさんに乗りたくなったのでですね、今日はですね、夜走り、しておる最中でございます。いや、また緊急事態宣言発令されましたね。冬不要不急のね、外出は控えてくださいっちゅうことなんでございますが、高藤さんの夜走りはですね、そういうなんかこう、ドライブスポットに立ち寄るようなね、夜走りはしないのでね人と接触することはないのでね、ドライブぐらいならいいんじゃねえかななんて高藤さんはね思っておりますけどもね。前回のね緊急事態宣言の時もですね、なんだかんだですね、夜走りしてましたしああ今ね道路のそのなんかね案内する電光掲示板っていうんでしょうかね、 あれが緊急事態宣言発令中と出ておりましたね。走ってますと、そんな車が少ないっていうような感じはここはしませんね。今これ357、千葉市あたり、明るいとこ走ってるんですけどもね、こんなもんですよね。あら、大宮ナンバーとかね、品川ナンバーとかね周りはね、いらっしゃいますねまあ、私もね、人のことは言えませんのでねさあ、今日のですね、雑談はですね、なんかあったかなそうだ、ちょっとね、びっくりしたことっていうのが、高蔵さんの会社で起こってしまいましてね、1月の13日の日なんですがね、高蔵さんね、いつものように仕事をちょっと早で、早く出勤しましてね、人よりね、それで仕事をその日もしたんですけども、なんかですね、会社にこう近づくたびといいましょうか、近づくごとにですね、なんか焦げ臭いわけですよね。うち鉄鋼団地内に会社が入っておりますんでね、他の会社でなんかちょっと燃やしてんのかななんてね、違法なんですけどもねなんかそんなんでちょっと匂うのかななんて思いながらですね、自転車で会社の方を向かったわけですけどもね、それで会社のもう正門に着いた時にですね、明らかにですね、うちの敷地から煙が立ち上っておるわけでございますよ。もうすごい煙出てしてねこれはいかんとこれうちの会社がちょっとこれ火事なんじゃねえかということで、ね、持ってですね、慌てて正門の鍵開けて、正門開けましてね、でセキュリティも解除しまして、
で、まあ、煙が出てるその建物、まあ、大体何があるかは分かってますんでね、まあ、様子を見に行ったわけですよ。そしたらでございますね、で、まあ、まあまあ大きめな乾燥機が あるんでございますが、まあ、そちらでね、なんかこう品物を、まあ、乾燥させる作業をしておったようでございますが、まあ、一日中その機械がつけっぱなしになってたようですね。まあもうその機械からもう煙がわわわわ立って、でこれ中の品物燃えてんじゃねえかななんて思いましてねまあそれでちょっと様子見てみようと思ってこの乾燥機の扉を開けましたらね、あのバックドラフトっていうんですかね、わーっとちょっとこう火が立ちましてねあーこれはもうあかんということでですね、消火器、あーこちらをですね高藤さん工場からもうかき集めてきましてね、計4本消火器を撒き散らしてやりました。やってやりましたよまあでもあの消火器4本はまあこう巻いたんですけどもね、まだまだ煙の方が全然収まらなかったので、もうすぐ初期消火中断しましてね、119番もうこれ通報しましたね。まあもうやっぱね、火災の、プロがですね、到着しましたらね、もうものの10分ぐらいでですね、もう収まりましたね素晴らしいですねやはりねプロはでまあ結果ですね、まあ初期消火もあったということでですね、火の方がねそのわーっと勢いよくね乾燥機包んだとか建物が燃えたっていうことはなくですね、ぼやで、終わりましたね。あ、よかったと思いますよ。ちょっと発見がね遅れてたら多分ちょっとまずいことになってたんじゃないかなとは思いますけどもね。大体皆さん私が来る時間よりも1時間ぐらい遅く来るのでね、いやー本当びっくりしましたよ。もうあの消防の訓練とかで、ね、あの消火器体験はしたことはあったんですけどもね、本当実際にねその火元といいましょうかね、そこに向けてね、散布したっていうのはね高田さんちょっと初めての経験でございますね。まあまあまあこういう経験はねあんまり、したくはないものではございますがね、もう後々考えればですねもう開けないでそのままあの家に引き返すっていうことも可能だったと思うんですけどもねさすがに高藤さんそれはできませんでしたね。やっぱね、なんとかねしてあげてななんてね思ってもう一心不乱でですね、まあことに当たったわけでございますよね。あれですね、消防車とかねわざかわざか集まりましてね、これ写真写メでも撮ってツイッターにあげようかなってね、全くねそんなこともね思わなかったですね。もう一生懸命と言いましょうかね、もうやっとったもんでね、後からねもう落ち着いた頃にねなんかそんなよからぬことが頭をよぎりましたけどもね、
なんかね、皆さんね、消防士の、ね、方々も一生懸命作業なさってね、くれてるところをね、なんかね、第一発見者の私がね、シャメするっていうのも、なんかそれ、おかしなもんだなーなんてね、思いますけどもね、まあ、結果は取ってませんよ、シャメはね、全然取ってません。いや、ほんと今週は、もう、びっくりしましたよ、ほんと。まあね、皆さんもね、今時期ね、空気が乾燥してる時期なのでね、火災にはね、十分気をつけたいところでございますよね。火事だけはもう、火事ね、地震とかね、もう怖いっすよ。もうできればね、そんな何度もね、体験したいもんではございません。よいしょ。さて、今日の雑談はですね、こんなところでございましょうか。いや、もう、高蔵さん、消火器を4本ぶちまけるというね。まあそういう雑談動画で、今日の動画は終わりたいと思います。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。高蔵でございました。では、失礼します。